はい、感想戦やっていきます。今回の戦いはね、居飛車の左美濃4枚美濃対、まあ、銀冠四間飛車っていう形でした。まあ今回ね、なんかどっかのタイミングで角交換挑んでくるんかなと思ってたんですよ。こうやって歩とか伸ばしてきて、まあ、ちょっと一旦こっちじゃなくてこっちにしましょうか。でこうやって、まあ、歩伸ばしてきて、で、まあ、角交換しておいて、まあ、同桂馬とかで次にね、飛車浮いてここに飛車設置してこようみたいな、そういう手があるのかなと思ってたんですよ。だからいや、まあそうか、ここに2角あるんか。今はこの段階やったら2二角あるんか。2二角、そうね、2二角、うん、そっかそっか、2二角があるから交換できんのか。2二角で仮にここに角とか打つような手があったとしたら、まあこうですよね。うん、これはこっちがいいよね。うん、ということで角交換ができんのか。なるほど、ついてくるついてくるって思っとったんですけど、角打ちの隙がありましたね。なるほど。で、まあ、こっちは銀上がっていったんで、銀上がっていって、ここの歩を狙ってたんですよね。とにかく。で、まあ、歩取りが、まあ、受からないっていうことなんで、まあ、この時点で800点ぐらい良かったと。で、まあ、ついてって、まあ、有利かなとは思ってたんですよ。1000点ぐらいこっちがいいみたいなんですけど、まあ、垂らして、6一角ここよね。あ、ここ、あ、ここも確かに考えたけどな。なるほど。いや、ちょっとやってみましょうか。6一角。まあ、銀取りを受けるなら、下がるか、上がるかなんでしょうけど。上がって、まあ、切るよね。で、と金作ってどうですかって感じか。で、今回のようにこうやって逃げられたら、まあ3二とで追っかけていくよね。捨てながらって感じで。で、6二飛車って何？こっち？ 6 二飛車よね。マジか。これ角は取らずに桂馬の方がいいのかな。あー、いやー、でもね、取った時に、まあちょっと本譜に戻って取った時、まあ今回とまあ同じような、こっちに角打って金上がった時と同じような変化になったんですけど、3二と、まあ、本譜こうやって取ったんで、まあ飛車慣れますよね。で角打ってきたんで、やっぱり5五角ありますよね。ん？ちゃちゃ、5五桂か。5五桂。で、5四角。4三銀打つよね。うん。で、5四銀、なる。同歩。で、桂成り捨てて、そうよね。で、ここで銀打ってきたんすけど、まあ、シンプルに、こっちの飛車取っとってよかったのか。で、銀が、まあ、こう変なとこ打って、でっていう感じで、この銀がね絶対遊ぶんすよ。で角取ってって感じかな。あー、これはこっちの方がいいっすよね。飛車角、角が丸得かな、角と桂の得かな、これはでかいですよね。今銀もボロって取れそうやし。なるほど。まあ、よくよく考えたらこっちの方が得やったと。で、本譜は、まあ、香車取ったんで、ちょっと悪くなっちゃったんですけど、4一角が機敏か。飛車は横に逃げたらこの角取られちゃうんで、縦に逃げるしかないんですけど、角打って、まあ、飛車は上がるとかね、まあ、縦に逃げるしかないんでしょうけどね。で、5二角がまた飛車をこう閉じ込める手なのか。これ取って、次取って飛車寄って角、まあ金得になる筋があるんですよね。なのでこれは厳しいな。なるほど、飛車が動けない、
角が負担になっているし、しかも銀も落ちとるし、こういったら多分こうよね。なるほど。ここでね、この角が浮かべば簡単だったんでしょうけど、ちょっとね、なんか変なとこに角っちゃいましたね。飛車が負担になっとるってことをちゃんと分かっとけばまた別だったのかもしれませんね。で、香車打って、これはね、縦に動かしてこの銀取ろうっていう意図だったんですけど、金がまさか来るとはね、連打して金が来るとは想定してなかったんで、ああ確かになと。でまあブッチして、でもここの銀と交換するんじゃなんか違うような気もするしね。で無理やり香車打ってきたんですけど、確かに2、3歩あるわ。いやー見えてないな、2、3歩あるじゃん。でここでだいぶね、なんか悪くなった気がしたんですよ。1000点ぐらい良かったのがなんかいまいちな感じして、まあそうよね、互角ぐらいまで戻ってもおかしくないよね。で、でれれれれ、どこまで行ったかな、どこかな、怪しかったのは。あ、ここでまたまあ戻ってきたっちゃ戻ってきたんやろうけど、あ、一応詰みがある。7一金から詰んどんや。どういうこと？ん？ 7 一銀。やってみましょう。やってみましょう。7一銀。まあ取らずに避けるのは金打ちまでが簡単なんで、まあ避けますよ。あ、避けるじゃあ取りますよね。で、銀打ちにこっち行って、まあまあこっち行って。あ、わざと8二に捨てるんや。で、釣り上げて、で、今度銀かな。うわー、これ痛い。で、取ったら竜が効いてくるんでダメで、まあ、どっちか、どっかに避けるしかないんですけど、どっかに避けたら、金打ちまでの詰みということか。なるほどね。はい、いかがだったでしょうか。今回ね、四間飛車対、まあ、居飛車の戦いだったんですけども、何かね、こう参考になれてとかね、この失敗は真似しないでおこうとか、そういったね、収穫があったなら嬉しゅうございます。ということで、今回もお疲れ様でした。お会いしましょう。